どうもこんにちは、しのむゆかりです。というわけで本日は、ようやく販売開始になりましたユニクロとセオリーのアイテムをゲットしてまいりましたので、こちらの購入品をご紹介したいと思います。いやー、私ユニクロとセオリーのアイテムは今まで実は購入したことがなくて、セオリーってね、そもそもシンプルでちょっと綺麗め要素も強いので、あんまり私購入した覚えがないんですけれども、ただ今回のユニクロとセオリーのアイテムはかなりスポーティー要素が強くて、でもスポーツで使うかって言われるとちょっと綺麗な要素が強いような商品が多かったので、いやこの中途半端さはどうなのかなというところで、実物を見るまではあんまりテンションが上がらず購入する気がなかったんですけれども、今回私実は5点購入してしまいまして、もう言うぐらい蓋を開いてみたら結構良かったので、本日は購入品のアイテムをサクサクっとご紹介していきたいと思います。というわけで早速着用しつつご紹介していこうかなと思います。はい、というわけで早速ご紹介していきたいんですけれども、まず今回のラインナップを見て、あ、これは実物を見て購入するか検討したいなと思っていたものがありまして、それがこちらですね。こちらの T シャツです。商品名はエアリズムボートネック T シャツというアイテムです。いやーこれね、私本当に T シャツボートネック系が大好きなんですけれども、ボートネックって意外とあるようでなくて、最近のブームかもしれないんですけども、首が詰まってるものが結構多いので、こういう、ちょっとレディーライクなものって T シャツ系のこの軽い系の素材で作られてるものが本当に少ないので、これはもうぜひチェックしたいなっていう気持ちでおりまして、で試着してみたらなかなかに良かったので購入してしまいました。で結構気に入ったので、これはね黒も購入してしまいました。というわけで2色買いをしておるんですけれども、これは、素材的にはエアリズムなので、ポリエステルが79% と比率が大きくて、インラインのエアリズムも洗濯してもシワできにくかったりっていうところもあるので、これもシワできにくいのではないかなというところで、かなり良さそうだなと思っての購入でございますので、ちょっと着用してみたいんですけれども、私これに合わせて今回全く購入する気がなかったのに購入してしまったものがありまして、それがこちらのパンツなんですけれども、これが商品名が UV カットソフトレギンスというアイテムです。いやこれが本当に思いのほか着てみるとめちゃくちゃ良くて、まず何が良かったって生地感がすごいいいんですけど、私このアイテムインラインでも多分同じ感じの生地感かなの展開あると思うんですけど、そっちは気になりつつもスルーしていた感じなので生地感の違いがあんまりわからないんですけど、このアイテムのこの生地がですね本当にすべすべで良くてですね、なのでちょっと気に入って購入してしまいましたので、ちょっと着用しつつ詳細をお伝えしていきますね。はい、というわけで着用してみました。両方ともセオリーのアイテムです。でこれサイズがですね、私身長157センチで、Tシャツは M サイズで、パンツは悩みに悩んで L サイズにしております。というのがですね、まず T シャツを M サイズにした理由なんですけども、これ S サイズでも全然綺麗に着れる感じだったので、これもちょっとサイズ悩んだんですけども、 S サイズにするとこの T シャツってここのラインが結構まっすぐ作られてるので、結構ねここ後ろが S サイズだと着丈ピョって上がるんですけど、それがちょっとね
お尻がこれに合わせよう、このパンツに合わせようと思うと、まあ、結構レギンス感強いので結構ね見えちゃう感じがあって、そこが気に入らなくてですね、 S サイズだと。なので上半身というか肩周りは S サイズの方が綺麗だったんですけど、ちょっと着丈短すぎるとあれかもなと思ったので、まあ、やっぱりね体型は隠した方がいいですからというところで M サイズにしてみました。でもね M サイズにしてもちょうど股のラインぐらいの着丈感なので、まあ、大きすぎず綺麗に着れる感じかなと思います。でこの T シャツやっぱり何よりボートネックがいい感じに綺麗ですねというところで、私かなり気に入りました。はい。でこれねインしてきてもラウンドヘム系の T シャツなので、まあ、そこそこ綺麗に収まりやすさもあるので、まあ、ある程度やっぱり着丈あった方がいいかなっていうところで M サイズにしております。こんな感じですね、まあ、もちろん出してもいいんですけどインしても綺麗に見える T シャツかなと思います。でパンツを L にした理由なんですけれども、 M でも全然良かったんですけども、 M だとやっぱりちょっとスポーティー感が出るというか、本当にレギンスパンツっていう感じでちょっとパツパツする感じがあって、でまあ今回のセオリーってスポーティー要素強いのでそれでもいいかなと思ったんですけれども、L サイズにしたら全然履いてる感じないぐらいストレスなく履ける感じがあって、それが本当にめちゃくちゃいいなと思ったので、私今回 L サイズをチョイスしました。いやこのパンツ本当にすごいですね。全然履いてる感じないんですよね。なのでちょっと気になった方いらっしゃれば、いつものワンサイズアップぐらいとかで着ていただいてみるとですね、本当にパツパツしてなくてめちゃくちゃいいです。なので私これストック用購入してしまいましたっていうぐらいこのパンツいいですね。結構 GU のレギンスパンツも私結構今年履き心地よくて気に入ってるんですけど、それとはまた違う履き心地の良さだし、生地が何よりサラサラしててずっと触っていたい感じ、まあ、ちょっとね毛玉できそうな生地感な感じしなくもないんですけど、でも本当にこれ生地が滑らかでめちゃくちゃいいので、ちょっとインラインのものも生地違うのか触ってみたくなりましたね。なんかインラインのソフトレギンスのやつもあると思うんですけど、まあ、それとね比較するとここのファスナーですね、セオリーのやつファスナーがあるので、まあ、ちょっとねお高い感じだと思うんですけど、ただ私購入する前はこのファスナーがあるから購入見送ろうかなと思っていまして、足元にファスナーあると歩く時に当たりそうな気がしてて、なんだけど今回スポーティー要素強いのでなんかそこが中途半端でどうなのかなって懸念してたポイントだったりしたんですけども、スポーツ的に着るならこのファスナーついてたら絶対走ったり歩いたりしたら当たりそうだしどうなのかなと思ってたんですけど、まあそこはやっぱりちゃんとしてますね。歩いてもファスナー当たりそうな気配ないですし、全然ファスナーが気にならない感じなので、あこれは遊び要素としてこのファスナー使えるなっていうところでちょっとポイントアップしましたという感じで、こんな感じですね。ちょっとなんか遊び要素のある感じ、最近まあストレート系のパンツとかワイドパンツじゃないですけど、なんかそういう感じでこういうねスリットのあるパンツとかも結構ドメスティック系のブランドとかだと見かけたりとかもするんですけど、なんかね本当にこれ開けて着るとそれはそれでなんかおしゃれな感じの軽い印象になるので、あこれは遊び要素としていいなというところで、かなりこのパンツが私気に入っております。いやこれはかなりヘビロテしたいですねっていうぐらいちょっと気に入ったので気になる方いらっしゃればぜひ見てください。いやこれめっちゃいいですよでそれに合わせて今回ねちょっとね購入見送ろうと思ってたんですけども、意外と扱えるなと思ったので購入しちゃったものがありまして、それがこちらですね、ポケッタブル UV カットオーバーサイズパーカーです。
これね、結構プラス、私の動画ご覧の方はご存知の通り、プラス J で結構アウターだとかパーカーとかかなり購入してしまったので、今回私全く購入する気がなかったんですけれども、まあでもポケッタブルパーカーって、私ユニクロのインラインのやつをちょっとウォーキング用とかで持ってたりするんですけども、結構これってめちゃめちゃ薄くてシャリ感がある感じの生地感で、持ち運びしやすい。ところがありまして、雨対策にもいいですし、というのがあってですね、本当に軽くて、まあ、ちょっとウォーキング始める前とかの肌寒い時とかに着るのにちょうどいい感じだったりするので、まあね、あっても便利かなというところで、せっかくだしというところで購入してしまいました。で、着用するとこんな感じですね。本当にオーバーサイズパーカーなので、ちょっとまあ大きめに作られているので、腕周りとかもかなり大きいです。なので腕まくりするとフレアな袖感があると言いますか、ちょっとねポンチョっぽさがあるんですよね。で、この形ってプラス J のドライスウェットパーカーにすごく似ていて、っていうぐらい、なんかもうユニクロが気に入ってしまってる形なのかなって思わざるを得ないような感じなんですけども、まあでもこれもちょっとねオーバーサイズ気味で、今年っぽさ、今っぽさがある感じのパーカーかなと思います。で、このパーカーは私 M サイズにしております。で、このパーカーもね、ちょっと S サイズとめちゃめちゃ迷ったんですけども、まあ、ちょっとオーバーサイズ気味に作られてるっていうこともあって迷ったんですけれども、まあ、ちょっとふわっと大きめに着る方が可愛いのかなというところもあって、でね、今回のパンツがこういうちょっとレギパンでピチピチしてる感じなので、大きめで、まあ、ちょっとね、この腰回りとかは隠せる方がいいかもなというところで M サイズにしてみました。で、こんな感じですね。ちなみにこの白はちょっとクリームがかってる白でして、これプラス J の T シャツなんですけども、ちょっと動画では色味の違い分かりにくいかもしれないんですけど、今回のセオリーの白はちょっと黄みがかってますね。 T シャツもなんですけど、ちょっと黄色いんですよね。なので真っ白なオフホワイトっていうよりは、白なんですけどちょっと黄みがかってるホワイトかなという感じです。なんですけど、まあまあそれが逆にいいところかなとかも思ったりしたので、私は気にならずに、むしろちょっと気に入っております。はい、という感じですね。で、これも裾絞れる感じなので、私は基本的に裾を絞って着ようかなと思ってます。着ないとかなりねルーズな感じなんですよね。こんな感じでダボっとしちゃうので、なので裾は結構絞ってきたいんですけど、絞って着るとかなり紐が出ちゃいまして、これね紐を収納できる感じにはなんかパッと見た感じになってなさそうで、できるのかなわかんないんですけど、絞るとかなり紐が出ちゃうので、ちょっとこれは要検討というか、どうやって収納しようっていう感じなんですけど、でもまあ絞ってゆるっとなんかカジュアルに羽織りたいなというところで、まあ、本当にこれでその辺ウォーキングできそうなのでいいんじゃないかなと思っております。で、このシルエットがインラインのシルエットよりもふわっとしていて可愛かったので、ちょっと黒も購入してしまいました。こんな感じですね。ブラックはまあちょっと色がね黒っていうこともあって、カジュアルライクなんだけどちょっとかっこよさが出る感じもあるので、この辺もね無難に使いやすいかなというところで購入しております。ちなみに私インラインのポケットタブルパーカーも持ってるんですけど、これも M サイズで、これはインラインの方ですが、インラインはね、これくらい同じ M サイズでもすっきりしているので、だいぶやっぱりオーバーサイズめに作られてますよね。生地感もねそんなに変わらないんですけど、なんか気持ちセオリーの方がちょっとしっかりしてるような感じはしなくもないです。うん、という感じですね。はい、
というわけで本日はさらっと購入品をご紹介してみました。ちょっとまた各アイテムごとどういう風に合わせようかなっていうのは追って動画にしていきたいなと思っておりますが、私はまさかの5点購入してしまいました。それプラスアルファ私あのパンツと T シャツ白 T はストックを購入しましたので、ちょっと思いのほか良かった、蓋を開くと良かった感じのセオリーでした。今年やばいな、 T シャツ買いすぎなんですけどただ本当にワンマイルウェアと言いますか、まあ、ちょっと楽できる格好で、でもカジュアルすぎず綺麗めな感じが、まあ、このセオリーもね、私まあお気に入りのプラスジェもそうですけど、まあ、そんな感じだったので、まあ、ちょっと財布がハッスルしてしまったんですけれども、ただねユニクロのコラボの新作販売はお祭りみたいなものなので、購入してその後もめでながら着用していきたいなと思っております。というわけで本日はユニクロセオリーの購入品をご紹介いたしました。まあ、私こんな感じで自分が素敵だなと思ったものをご紹介しておりますので、よろしければチャンネル登録等々していただけると嬉しいです。そしてインスタやツイッターもやっておりますので、よろしければフォローいただけると大変喜びます。というわけで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。